ウーシマーハメ州、ウーシマー及びハメ州は、かつて存在した、フィンランドの州。1634年から1831年まで、存在した、フィンランドの最初期の州である。スウェーデン統治時代は、スウェーデン語で、ニューランドタバステフス県、ニューランド及びタバステフス県という名前だった。1634年に、スウェーデン統治下のフィンランドで、スウェーデンの県、 ニューランドタバステフス県として成立された。その後、1809年までスウェーデンの県として存続した。1775年には、県の北部が新設される、バーサ県に移管された。また、同年には、伝統的にサタクンタと呼ばれる地域が、オーボビョルネボリ県から、ニューランドタバステフス県に移管されている。さらには、ウェーホッラーが新設される。 キュメネゴルド県に移管されている。1809年にフィンランドはスウェーデン統治から離れ、ロシア帝国に割上される。そしてロシア帝国の保護国であるフィンランド大公国が成立する。フィンランド大公国成立後もウーシマーハメ州として存続する。1831年に南部がウーシマー州、北部がハメ州に分割され、消滅した。その後、 ウーシュマー州、ハメ州ともに1997年まで存続したが、両州ともに合併で消滅。合併した州も2010年1月1日に他州と共に廃止され、フィンランドの州の歴史は幕を閉じた。ありがとうございます。